ボジョートルモン、コモサワサキです。今日はコンタクトが痛くて、コンタクト入んなかったので、メガネでお送りします。今日は、3月にののの洗礼式があるので、それの白い衣装を準備しなきゃいけないので、それを見に行くのと、あとは、来客者にドラジェを用意しなきゃいけないんですけど、それを入れる箱とかデコレーションを探しに行きたいと思います。珍しくベビーカー乗ってます。今この新しいブティックに入ってみたんですけど、すごい可愛くて店員さんもすごい優しくてよかったね。うん。でもバッテム用のワンピースを探してるので、ちょっとフォーマルな感じではなかったので、お買い上げはうーんって感じだけどね。結局ジャカディに来てジャカディで全部揃えましたね。安いところだと靴も脱がなかったのに、ここだと自分から靴を脱いで試着しました今回うちの両親パピーとマミーはノノのバッテムに洗礼式に来れないので、全部両親が払ってくれました。ありがとう、メッシー。バッテムのドラジェの箱を買いに来ました。かわいい人魚の尻尾。すごい種類のドラジェ。いろんな味があるみたいです。ドラジェ用の箱も全部オーダーができて、やっと終わりました。なんだかんだでもう5時。結構意外と時間がかかった。出来上がりが楽しみです。先日オーダーしたドラジェの箱を受け取りに行きたいと思います。受け取ってきました。あんまり見えないので後で開けましょう。はぁ、やっとノノのバッテムの日にちが新たに決まったので、これから前に準備してたドラジェの箱の中に入れるドラジェを買いに行きたいと思います。ドラジェはこれを買いました。おやつにドーナツ買いました。久しぶり、はい、買ったドラジェはこんな感じです。これはなんかドラジェに入れる赤ちゃんの形のドラジェと、あとはこのキャラメル味とかなんか4つぐらい種類が入ってるやつと、あとショコラオレってミルクの星型のチョコと、あとはこのなんだっけ、日本語なんだっけな、まあ銀の玉のやつだなー。これを先日買った箱の中に入れます。ドラジェ用の箱はこんな感じです。今8時過ぎなんですけど、珍しくののが早寝をしてくれたので、この前買ったドラジェをこの箱に詰めていきたいと思います。じゃあこれからこの前買ったドラジェをどんどん箱に詰めていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。箱はこういう感じ、全体的にピンクで、下にちょっと濃いめのピンクと、上にこういった感じのピンクのリボンと、ちょっとキラキラのピンクのリボンしました。開いた？開けるの難しいね。なんかやってちょっと用意して、うん、でこれの中にこれ入れるの、うん、どうやって切るのこれ。どうこれ詰めてく人にしよう。でも空気読んで詰めてくれたのかな。3個。
今意外と入れてみたらこんな感じでちょっと少ない気がしてどうしようか迷ってます箱がでかいね。うん、箱が大きかった意外とね。ちゃんと違う色になるように入れてね。ドラジー入れ終わりました。かわいい。こんな感じでできました。これを全部閉じます。閉じたらこんな感じでございます。瀬戸ママが今朝明日用にお花を持ってきてくれました。かわいい。ナノのバッテムのお洋服はこんな感じです。全部ジャカディで揃えました。これは洗礼式の時になんか被らないといけないらしいひよこみたいな帽子あとはこの白いドレスナノのおもちゃ。これはテーブルライナーっていうのかな。このピンクにこのマリークワントみたいなピッピッマリークワントのロゴみたいなお花。うん、いけるくれやののさあ、ね、ピンクはとあとこの宝石キラキラする宝石みたいのと全部取られちゃう。あとはこの金のハートをテーブルに敷き詰める、散りばめるか予定です。セコアノの最近ピンクを覚えました。これからレストランにデコレーションを置きに行きたいと思います。かわいいです。ハロー、どうだどうだゆきさん、しののおじょとのーこもさま、さきです。今日はののの洗礼式当日になります。こんな感じで白い帽子もちゃんとかぶってワンピースも着てもう靴も履いてます。楽しみだね。それでは行ってきます。車の中でも帽子取りません。ゴーゴーに到着しました。今まだ教会の前でメスをやってるので外で待機してます。私自体も洗礼式をやってるわけではないので私も初めての洗礼式です。ワクワクしております。ワクワクしてますか？別に。今日はのの以外にもいっぱいバッテムを受ける子がいます。マスクバージョンでございます。かわいい。今無事に洗礼式も終わりました。洗礼式の途中は大体が写真は禁止だったのであんまり撮れなかったんですけど無事に終わりました。これでレストランに向かいたいと思います。
わけで無事にののバッテムが終わりました。おう、なんだか準備から考えると長かった気がします。一時期は大きな集まりも禁止になっちゃったので、このままできない日が続いたらどうしようとか考えたり、せっかく買ってもらったお洋服とか靴が履けるうちにできたらいいなとかも考えたり、もうこの半年間ぐらい考えてました。でもちゃんと宣伝式が行えてよかった。なんだかホッとしておりますね。頑張ったね。はい、というわけでののちゃんお疲れと思ったらぜひいいねボタンを押してください。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう、バイバイ。のバイバイはバイバイしたくないまん